野部町は、町内の秘境駅について、観光資源としての価値を見出し、PR してきました。しかし JR 北海道は、それらを積極的に活用せず、廃止を進めています。そんな中で、廃駅になったり、生き残った駅を引き続き訪問していくよ。まず、廃止された上幌野辺駅跡に向かいます。右折します。まだ、予駅の駅舎は撤去されていません。廃止時は、一面一線の防線駅でしたが、かつては交換可能駅だったようです。この駅は、2020年度秘境駅ランキングで41位でした。駅名標は枠だけ残して撤去済みでした。次に、現役の南幌野辺駅に行きます。左折して一旦踏切を渡ります。まず、待合室に入ってみましょう。公式イメージキャラの南ホロリンさんが出迎えてくれます。内外装がかなり綺麗になっています。本線なのに、上下合わせて6本しか停車しません。で、一面一線の防線駅です。
包丁は一両分程度ですね。ちなみに2020年版秘境駅ランキングでは40位になっています。次は安牛駅跡です。当然、封鎖されています。上幌の辺といい、この安牛といい、先ほどの南幌の辺駅との扱いの差が極端です。あれ？こちらは封鎖されていないぞ。ここもかつては、総大式、ホームを持つ、二面二線の駅だったそうです。安牛駅は、2020年版秘境駅。ランキングで29位だったようです。